はい、苦手なテレビマンがとにかく多い。え、どういうこと。まだあんのか。まあ、言ってること一緒だよね。これはすいません、多いです。まあ僕のこと苦手な人も山のようにいると思うんですが、うん、同じぐらい僕も苦手な人がいます。はい、はい、でこれはお互いの、うん、特区のために人生の幸せのために、うん、なるべく出会わない方がいい、うん、そのために僕は、はい、こういったリストを作っています。次のページです。リスト、はい、苦手なテレビマンのブラックリスト、怖い、こいつすごい怖いな、これやっぱ噂通りじゃん。でも作ってどうすんだ。でもブラックリストって言い方するとあれなんですけど、うん、もうこれ以上迷惑をかけないようにね、うん、向こうからしてももう扱いづらいでしょうし、うん、ということでこのお互いにたもとを分かつことによって、はい、被害を最小限に食い止めようということで、うん、あまりにもちょっと合わなかったなっていう番組があった場合はそちらの制作用のこういう台本じゃなくて、そう制作用の台本があるじゃないですか、はい、で後ろの方にこう載ってますね、はい、会社名、はい、所属、告示ある、カシャリと、行かせていただきまして、いただきまして、メモの方に、うん、携えておりまして、うんうん、まあ、そういった会社の方がいるかどうかを事前にチェックした上で、うん、テレビのオファーを受けることによって、なるべくお互いに事故を避けるための、そうです、そうです、穴蔵に引っ込みましょうよということで劇場に劇場のこと穴蔵って言うな。快適ですよ、非常に快適、まあ、トムとジェリーのこうジェリーみたいな感じでこの中劇場の中をこうめちゃくちゃ豪華にしてるというか、ちっちゃい、お前劇場穴蔵って言ってるから穴蔵ですよ、怒られるぞ、もう今日帰るとこないぞ。無限大も穴蔵じゃないですか。地下2階はメインで頑張ってるやついるだろう、まあ、ちょっと詳しいのはあるんですよ。そうですね、テレビ自体、はい、ちょっとフジテレビで6年僕バイトしてたんで、うん、大学の時から、うん、まあ、なんか AD のさらに下っ端みたいなお世話で、なんかその裏側の人のなんか感じも知ってんすよ、うっすら見ちゃってんすよ。具体的になんか嫌なことをされたとか言われたっていうのがあってそうするってことですね。そうですね、まあ、どういう人がいるかっていうのが、はい、隣の、はい、そんな苦手なテレビマンが、隣のページにあります、ご覧ください。まず丸1、ネタ番組とかでようこそこちらの世界へといった感じの雰囲気を出してくる雰囲気言ったよね、言ったよね、いません雰囲気、なんかね、はい、そのこういったバラエティとかってすごいスタッフさんのいろんな綿密な準備のもと成り立ってるじゃないですか、うん、ね、そういう番組もあるけど、ネタ番組というのは基本的に芸人がネタを考えて、うん、芸人がただネタをやって、うん、それをちょっときらびやかな感じで撮るという番組じゃないですか、うん、なのにもかかわらず、いわゆるそこにクリエイティブみたいなものは限りなく少ないわけですよね、うん、にもかかわらずなんかすごくクリエイティブに働いてますよみたいな感じの雰囲気を出して、この廊下を曲がるとなんか賞レース決勝に来たからこの舞踏会に参加できるみたいなそういう、そんな大きいネタ番組のスタッフってなんか軽やかじゃないですか。そうです、軽やかになんかこう回ってるじゃないですか。いつもよりちょっとフォーマルな格好してますもんね。でなんでそんな軽やかに動けるかって言ったら、うん、ネタ番組だから当日自分がやることないから台本持ってないんですよ。なるほど、あいつら手ぶらだからなんか軽やかなんですよ。あいつらっていうのはなんか男はフォーマルだし、なんか女性の AP さんとかも、そんなの普段つけてたっけってぐらいでっかいなんかこの宝石のピアスつけてこう揺れるんですよ。ちょっとだいぶ動画寄りじゃない、それなんか揺れるんですよ。それは見たことない。ネタ番組はやっぱ美術さんとかね、カメラマンさんが一番偉いっていうのをやっぱ思っちゃいますよね。あのセットすごいなとか、キラビアなセット、照明とかカメラの画角で、あ、コントこんなに面白く撮ってくれるんだ、ね、れるんだとか、その人たちがもっと大手振って歩いてほしいんですよ。そうですね、カメラ担いでこうやってこう、カメラマンさんが俺らが撮りますよ。そうで、この人たちに可愛がられたいんですよ、ネタ番組のプロデューサーとか全然ご飯行きたくないんですよ。ネタ番組撮ってるカメラマンさんに、俺が撮ってる時面白いねとか言われたくないですか。なるほど、そっちもプロじゃん、まあ、かこっちもプロだし、そっちもプロじゃん、こうやって撮ったんだよとかよく見えると思ったから。そう、マジっすか。それが一つ目で、ね、二つ目がこちら、打ち合わせで台本丸読みスタッフさん、はいはいはい、これありません、まあね、特にリモートの打ち合わせって台本すでに送られてきてるんですよ。そうそうそう、こういった流れっていうの、うん、でズーム開いて始まると、じゃあ流れだけ返させてください、まず、クルマさんが、こういうふうに喋らせていただきまして、うん、そうなると、ケミさんの声あります、うん、V ありますって、なんか節だけでクリエイティブな感じを出すっていう、うん、節だけ出せんの、節で別に節の言葉の言葉節の節でクリエイティブ出せんの、このただ台本読んでるだけ、うん、なんですけど、うん、そのなんかと言いますと、あ、それでなるとまあなどありまして、サクサクこなしてるから、ね、教科書を、うん、この強弱つけて、なおかつなんか Zoom だと、うん、なんか俺すげえ IT な仕事してるみたいな、まあね、えつに浸ってるじゃないですか、なんかそんなことえつに浸ってるの、それ見たことないよ、えですっとんで、いっぱいいます。だそれはじゃあ被害受けてないんですよ、皆さんには来ないんじゃないですか。分かってる、多分、はい、20代とかのディレクターとか AD とかやってる時に、うん、まあ、自分の周りの代理店だったりとか、もっと分かって大卒で起業してる、うん、なんかクリエイティブな、もっとやつらはもっとクリエイティブなことしてるのはどっかで分かってるんですよ、自分で、ね、で
しいんですよ。もっとクリエイティブなことしたいの、うん、でもできてないの。どうにかして発揮できる場が上司とか同僚じゃなくて芸人とのズームの打ち合わせで台本節付けて読んでる時だけなんですよ、うん、そういう時だけ、あ、俺今俺今相手の中心だって、もうズーム、ズーム置いただけで、あ、俺すごいエンタメだエンタメだ俺今日やばいやつだよお前やばいよ。唯一思える瞬間なんですよそれが。違うでそいつらと話したくないんですよあんまりね。そういうねコンプレックスあるやつ そのおもちゃにはなりたくないんですよ俺は。とにかくなるほどなるほどね。そう自己肯定感の低いやつと同じ空気吸いたくないんですよ。やばい。ポジティブな人と仕事したいよ ね、 なるほどね。別にいいんですよ能力高い低いじゃなくて楽しそうだったらいいじゃないですか。一緒にやるじゃないですか。なんか別に なんかいや俺たちと一緒にやってやりましょうよみたいな、見返しましょうよ上をとか思ってないよみたいな。めっちゃそういう企画書来るんですよ。それこそこの若林さんとか上の世代の人たちに何か言ってやりましょうみたいな、うん、令和ロマンさんメインで老害芸人をみたいな、令和のなんとかお前は誰なんだよマジでお前誰なんだ、お前が何かされたのか知らないけど、うん、関係ないから、それ自分で何か面白いの作ってやり返してください。それはどうぞ我々は恨みないですからねって話。僕ら大好きです、はい、知らないです、はいはい、そして3つ目が、うん、全部お任せします好きにやっちゃってください系のディレクターさんですね。これもダサい、僕ら特に多いのかもしれないですけど、ありがたい部分はあるんでしょうけど、うん、好きにやっていいというのは、うん、でも得てして基本的にそれは思いついてないだけなんですよ、うん、向こうがね何をやるか、うん、だから考えるのが仕事じゃないですか、うんね、そんなん言い出したらじゃああなたたちは何をしてるんですかこの間ずっとみたいな、うん、なのにこのリモートで耳だけ繋いでリモートでしたごまかせでやってくださいって言ってるの、うん、ズーム会議に入ってる作家さんは何なんですか、あの耳だけ入ってる耳だけ参加します、耳だけ参加するお前の参加料よこせよこっち、言わないだろ耳だけ参加します、今移動中につき耳だけになってますみたいな、他の人が説明するじゃないですか今移動中につきみたいな、画面も消えてて耳だけ入ってる誰あいつでお前が考えろよっていうの、昔のテレビ憧れっていうか、なるほど、なんかこのもうめちゃくちゃにしちゃいましょうよみたいな側はあるんですよ、ね、それよくできないことはもう分かってんすよ、マッコイさんみたいになろうとは思ってんすよどっかでなんかできないんですよ、もうできないの。でもただ対芸人の時だけはこの一応このズームのこの画面の中でだけなんかもうやっちゃってくださいよってこのなんかザックバランな多趣味な部屋の後ろのバンクでザックバランでこうやって言った時は俺テレビしてるってこの時だけが俺テレビしてるっていいよ、あの時間が一人誰かいるだろ標的がお前 の時間が名前違う人誰かいんだよお前の中に、この人いっぱいいるんですよ、いっぱいいるよ、いるんですよだから。そして4つ目がこちら、やたら TikTok の PR を取ろうとしてくる AP さん、これしょうがない仕事だろ、これいますよね。皆さんはもうあんまり言われてないかももしかしたらしないですけど、若手になればなるほどなんかこの Twitter 用の動画です、はい、こっちはインスタ用の動画です、うん、TikTok 用の動画ですみたいな、だからどんどん増えてきてんのになんか増えてないですよみたいな感じ出される、そうなんか角度というか全く事前に言われてないのに、あ、やっと収録終わって帰れると思ったら、うん、それでレモンマサだけ待ってくださいみたいな言われて、 ありますね、 AP さんに撮りますっつって、うん、セットで撮りたいんだけど、うん、なんでセットで撮りたいんだよ、でもめっちゃかかるんですよ、まだ他のこといっぱいやってる、それ全部終わるまで待ってください、はいはい、それはもうごめんなさいってもうだって限りなくちっちゃくなりながら湾岸スタジオ逃げて帰ってくるんですよ撮らずに ね撮らずにで申し訳ないから会わないようにしようっていうのもね、はい、ありますよねこういうのね。でもたまにあのこの番組に一言くださいみたいな時に、うん、なんかこういう人が来る時あって、あ、すごいスタッフさんだったなみたいな、コメント出すまでなんか終わらないみたいな人いるよね、はい、悪口を多分言ってほしくてみたいな、それたまにあるからそれが多分多いんだろうね、それ言いたいんだよな、まあ、ストレス溜まってるからですからね自分がね、まあ会う回数多いからね、かわいそう、本当はかわいそうなんですよ、はい、本当にまあね、まあ、ほんの一部ですけど、うん、はい、ほんの一部なんだよ、結構苦手なスタッフさんいろいろあげましたけど、はい、横山さんいかがですか、すごい人を見てるんだなって思います、うん、はいはい、いやでも見てるじゃないですか、総監督だったわけですし、でも苦手だなって思う、あんま思わないです、思わないかもです、これはだから別に僕の欠陥なので気にならないっていう方が素晴らしいだけです、欠陥をペラ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 喋れたお前は、欠陥をペラペラ喋っていいって言われたから来てんでしょすごい、だから来てんです俺、うんうん、結果も結果でそんな当たり前です、でもストレスすごい溜まりそうですね、だから NG とかブラックリストになるんです、だから僕横浜さんの握手会とかも行ったことあるんで、急に変なこと言ってこんなに大量に喋れるなんてと思って嬉しいです希望
ごい嬉しかった。握手会行ったアイドルの前であんな叶えたらお前逆にすごいすごいわ、すごいな、どれすごいよ。これで一番最初に戻ってもう一度見てください。すごい映画見た。これでこれで2回見てください。2回 TVer はユーザルサスペクツみたいな。これ我々苦手なテレビマンの方紹介させてもらったんですけども、全員が苦手なわけではございません。はい、スタッフさんの中にも仕事をしたいスタッフさんいます。そのスタッフさんこちらです。どう、この動画の続きはアベマで。最新作は無料。さらにアベマプレミアムに入ると過去の作品も見放題。まずはこちらをクリック。